人事と思っている方も一度考えてみてください5月国会であるデータが初めて公表され注目を集めたこの資料っていうのは初めて出てきたわけですかこれまで警察庁で集計はしておらず今回初めて集計したところでございますその数とはいわゆる孤独死の数 65歳以上の高齢者では年間推計6万8千人計算上20人に一人となる衝撃のデータだ孤独・孤立の問題は人生のあらゆる段階で何人にも生じ得る国民にとって非常に身近な問題です東京都多摩市40年前にできたこちらの団地年々高齢化が進み 居住者およそ600人のうち65歳以上の高齢者が4割以上を占めるこの団地に住む吉岡健さんは20年前に危機感を持ち高齢化対応委員会を立ち上げた団地内で顔見知りを増やしてお互いを見守ってもらうような取り組みを続けてきたお茶の会や党ごとの集会 コーラス、絵手紙のサークルなど様々だ絵手紙は書くだけでなく団地内の高齢者に年賀状や書中見舞いとして宛名も書いた上でポストに届けるという年賀状もやめちゃったとか焼中見舞いも来ないということが多くなってるんじゃないかと思うんですよ。でそこにあのこにうういうものを送れば ま誰かが自分のところを見てるなっていうふうに思ってくれるんじゃなかかろううなという、ね、さらに3年前から始めたのが NPO 法人が提供する LINE を使った安否通知サービスの導入高齢者40人ほどの LINE グループに3日に1度安否確認のメッセージが届く。 それに各自が、OK、を押すというシンプルな仕組み23時間経っても OK の返事をしていない人がいるとアラートが届くので担当の住民が電話や直接訪ねて確認する住民同士が相互に見守るシステムだあの自分の安否をこう表明するっていうか自分は元気ですよ。 っていうことを、あの三日に一回皆さんにお伝えできることと、あと皆さんの安否を。やっぱり確認できるっていう。誰かが全部やってくれるんじゃなくて、お互いがこう気にし合うっていうことが。一番いいことかなと思いますね。この LINE による安否通知システムを開発したのが。npo 法人エンリッチの。今野勲さん。 きっかけとなったのは一人暮らしをしていた5歳年下の弟義夫さんの孤立死だった。まあ警察からダイレクトに携帯電話買ってきて、まあこの義夫さんが亡くなりましたと。弟の死を目の当たりにし、現役世代も安心できるサービスはないかと LINE に着目した。 安否確認のメッセージに対し OK の返事がない場合24時間後にメッセージが再送信されそれでも反応がなければ本人や事前に登録された近親者に電話が入るシステムだこれまでに延べ1万4000人が登録している近野さんは現在自治体や地域と協力して できるだけ多くの人に使ってもらおうと説明会を続けているどうしたら孤立ししない人生を送れるのか今からでも間に合う生き方のヒントを探る まあ大きな社会問題となっているですね孤独死・孤立死の問題なんですがまあ、私たちはこれまで孤独死という言葉を使うことが多かったんですがまあ、理解を深めるために改めてですね少し整理した上で議論に入りたいと思います、はい、内閣府は昨年から孤独死・孤立死の実態把握を目的とした作業部会を開いています中間整理では孤独死・孤立死の用語の整理として孤独は主観的概念 孤立は客観的概念であることから、実態把握の対象としては、孤立からアプローチする孤立死が適当としています。ただし、一般に広く認知されている孤独死も排除するものではないとしています。その上で、孤立死の仮の定義を誰にも見取られることなく死亡し、かつその遺体が、 一定期間の経過後に発見されるような死亡の対応として議論を進めていくとしています今回警察庁は議論を深めるための資料として今年1月から3月に警察への通報や医師からの届け出で警察が取り扱った一人暮らしの遺体数を初めて公表その中で65歳以上の高齢者は およそ1万7000人で全体の8割近くを占めこれを年間ベースにするとおよそ6万8000人と推計されることが分かりました。 これ年間にするとね7万人弱ということですから相当多いケースがあるということなんですがこれ河合さんに伺いますが改めてこれあの孤独死そして孤立死というような形で2つの言葉があるわけですがこれどのようにこれ捉え我々捉えていったらいいんですかね。ですねあのそもそも孤立と孤独では先ほど主観的っていう感情って言ってましたけど違う別物なんですね。孤独いいうのは周りに人がいても あるいは誰かコミュニティに属していたり友達がいたりとかしてもあ 自分に居場所がなないんじゃないかなななななんんんかかみんなから置き去りにされてるような気がしているるようよううう気がし感情なんですねで一方で孤立っていうのは先ほどの,の VTR でもありましたけども誰かが私のことを気にかけてくれているっていう感覚があるというようなことをおっしゃってましたけども誰かとつながっている何かあった時に声をかけ,る人かけてくれる人がいる自分がかけることができるコミュニティに属しているっていう客観的な指標として捉えられるのが孤立なんですね。 それで孤独死という言葉はあの社会で一般的に使われるようになったのはあの阪神・淡路大震災の時にあの震災からはあの免れることができたのに長いこと仮設住宅で暮らすうちに亡くなったでその時にやはりこれはあの非常に問題だということでメディアが孤独死という言葉を使うようになりました。ででも今社会で やはり社会の問題として考えた時には孤立死ということが正しい。 というのが、まあ、今回の作業部会でもそうですし私自身も孤立っていうのが社会的に考えたときには社会の問題として捉える上ではとても重要だと思いますしいということなんですが孤立死が社会問題として捉えなきゃいけないということなんですが今回初めてこれデータというものが、ねはい、警察庁の先答弁出てましたけどこれはあの初めてということはデータを見てどのようにお考えですか で知ってたよりも多いなというのは思いましたし20人に1人というのはやっぱりあの人事ではないという私自身も含めて誰もが孤立死に至るリスクがあるということを分かってほしいそれはあのやはりライフスタイルの変化の 影響を受けていいるととうことなんですね例えば単身世帯が増えた私たちが子どもの時には核家族っていう言葉をよく使いましたけれども核、はいはい、家族が今はもう単身世帯になっているわけですよねあるいは結婚しないあるいは離婚する、はい、そういったことでパートナーあるいは配偶者がいない人たちも増えている、はいはい、そういったことから考えていくとやっぱり社会の仕組みとしてそういった孤立しやすい状況にあるわけですよね。はいはい、まさしく そう思います、ね、で孤立と孤独って先ほど分けて説明しましたけども、えー、実は密接に結びついていて孤独感を感じるからこそ人と会いたくなくなって孤立してしまう場合もあるし孤立しているうちに孤独感が寂しいっていう感情が出てくる。はい、であの社会学では孤立孤立独というののは皮膚の下に入るっていうふうに昔から言われていて、はいはい、孤独感を感じているだけあるいは社会と接点がなくて社会的に孤立しているだけではい、はい 病気になりやすくなっはりそのうつ傾向が耐えかまってしまったりとかあるいはそもそも社会的な関わりを持ちたくなくなってしまうという外交性があの低くなってしまう。うん と,いうことはもういいろんな研究から実証的にデータが出ているんですねますます社会がねそういう方向にっていうかね残念ながら孤独孤立というものをこれ、うん、感じざるを得ないような社会環境みたいな出来上がってきてるっていうのは何とかしなきゃいけないんですけど今度さあのそういう面で言うとですね、まああの まあ身近にですねいる方が亡くなった時にそういったものをですね早期に知らせるシステムということをまあこれは開発して運用しているわけなんですけどもこういった現実にこういう数字が出てきたということに対してはどのような感覚を持ちましたか あの私が NPO を立ち,上げた立ち上げる前の時、まあ、2017年当時要はネットで調べたんですね孤独死とそれから見守りサービス当時出てきた孤独死の数字って、えー、ちょうど日清基礎研究所が2014年の12月に出した年間3万人っていう数字、はい、もうそのぐらいしか、まあ、孤独死というキーワードに。 引っかかってくる数字がなかったんですよ。はいええ、でその後あのー、2018年になりましたかね、ええ、あのー、毎日新聞5月に出た記事では、なんと特殊清掃業者の数が年間5000にあごあ5年間で5000社を超えたっていう数字がありました。 単純に考えてもあの現役世代の孤独死って全体の半分ぐらいあるっていうようなことも数字で出ていることなのでね肌、はいはい、感覚でいうともっとはるかに多かったんじゃないのかなっていうのは当時も感じたところなんですけどもね。えー、そうですよね今お話に出た特殊清掃業者の皆さんっていうかね、はい まあ大変な作業をされるわけですけどもああいう話っていうのはあんまり以前はね、はい、そんなに聞かなかったのが結構こういうケースがありますこういうケースがありますと言ってまあこれはあのすごく大事なお,まあお仕事としてねやっていただいている部分があるんですけども、はい、ただあのこれ近藤さん LINE を使ったこの安否通知サービスっていうことのきっかけがですね、はい、51歳で孤立死という表現を使いますけども、はい、弟さんの死ということだったんですけどこれはやっぱり。 あの現実にですねそのあった時のお父さんの首脳どういう形でじゃあ死をこう知らされたというか知ったんですかあの基本的に普段疎遠というかあまりこう接点を持たずに年に数回ぐらいしか連絡を取り合わない関係でそこにまあ突然警察から電話がかかってきてでまあ今度お義さんが亡くなりましたと。 いうことでそれでまあいわゆる見に来てくれという警察署に呼ばれていったんですね母親を連れて行ってまあそこでまあ事件性はないということは言われたんですけどもそこで対面したというのがきっかけになるんですけどね。年に数回一応連絡は取ってはいただ接点としてもあの自衛をやっていて自衛でシステム開発をやってたんですよ。 でまあ、年に数回ぐらい私もその彼が関わってる仕事のところでいろいろとあの悩みがあるというよりはいろいろ教えてもらうというような立場で聞きに行ったりなんていうことはあったんですけど、えー、まあ基本的には部屋の中までというよりは入り口のところで。 <laughs> 中が分かんなくて、ええ、で後でびっくりというような状況で中に入られた時はやっぱりどんな生活をされてまあちょっと個人的なっその当時まだセルフネグレクトっていう言葉をまた知らない時代だったんですけどもね、ええ、いわゆるゴミ屋敷のような状態で、はいね、まさにどこに寝泊まりをしていたのかなというぐらいあの風呂もあってシャワーもついていても使ってる様子もなかったりとかあの布団も敷きっぱなしで寝ている様子がなかったりとか。うんええ あの焼酎の瓶が4リットルの瓶が2つ転がってたりとか、うん、冷蔵庫にはもう賞味期限切れのものがあったりというようなまあそんな状態その生活ぶりっていうのは、まあ、玄関だけで、まあ、お会いしたとしてもそれまでは合ってたので中の生活というか,現,か、ね、現実はあ<ー>最後に会ったのが亡くなったのが2月なんですけどその年の正月に実家で会って。 ですから彼の自宅に行ったのはそこからまた遡ること3 4ヶ月ぐらい前の話になりますかねでもこれを他のケースでもね結構そこ兄弟といえども、うん、まあそういった関係っていうのはあるでしょうしで今出てきたあのこのセルフネグレクトということなんですがこれ河合さんこれ孤立しと人の関係っていうのはこれどう考えたらいいんでしょう、はい、要するにまあ 誰もががそのリスクがあるとということですよねですから弟さんもおそらく最初のきっかけは疲れたな面倒くさい明日やろうみたいなことで片付けをするのをやめた、ええ、でそれが1日経ち3日経ち1週間経っていくうちにやっぱり疲れていてどんどんとやらなくなる。ええ、ですので。孤立しする人たちイコール 貧困であるとかゴミ屋敷イイコーール高齢者っていうイメージ持ってる方多いと思うんですけども実際にはそうではなくてあのバリバリ外で働いている人ほど家に帰ってセルフネグレクト状態になって片付けをしなくてつまりセルフネグレクトっていうのは私たちは普通生きてる時に片付けをするとか自分のケアもするわけですよね歯を磨くであるとか顔を洋服を着るとか。でもも実はこれにも 体力だったり気力が必要なわけじゃないですかでもそれが一人暮らしを特にしていると、はい、スイッチが切り替わらないまま そのまま次の日にやろうもうやめようということね、はい、誰かがいればあちょっとあ歯ぐらい見かけなさいよなんて言ってくれたりとかあのちょっともうそれ洋服着替えようよとかって言ってくれたりとか誰かと話すだけでもスイッチが入れ替わるのに、えー、そのスイッチが入れ替わらないとどんどん自分のケアをしなくなっていってしまうああじ外見で見てる分からないですよね分からないこと多いと思いますでっっはいなかなかその気づきにくいという点がまず一つなのと、ね、あと河合さんあの孤立しに断 以上の差っていうのはあるんでしょうか？はい、えっ、ー、とあのデータ上では男性の方がやはり圧倒的に多くて、はい、えっと孤独死これまあ孤立孤独死の男女比というのが出てるんですけどもご覧の通り8割以上が男性なんですよね。はい、それと、あとはあの発見されるまでの日数っていうのも、女性は男性に比べて3日以内に発見する割合が非常に高いということが、はいはい、あの分かっています。一方で男性は2週間以上経ってから発見されるケースが。 ね、あこれあれですかやっぱり女性の方がコミュニティというかある、はい、ということなんですかねもっと逆説的に言うと男性は会社関係しかコミュニティがない、はい、ということです。女性の場合は まあ仕事、いあの働いていても子育てが始まったらママ友ができたりとか、はい、PTA に参加したりとか、はい、あとマンションだったりとかアパートだったりとかそういうところの係とかも女性の方がやったりあるいは介護とかが親のが始まった時には女性のことが関わるつまりいろいろなネットワークが人生の中でいろいろあるわけですよね。 妻のん見てますとね、うん、いろんなあのまあ大学時代にまあ学生時代の友達であるとか、いろんな習い事であるとか、うん、いろんな形の中でのつながりっていうのがあって、はい、うん。うん、かえって私よりもなんか連絡網っていうのが多くなってるんじゃないかと思いますよ。あ,あと SNS って結構女性の方がマメに使うっていう、ね、<laughs> 傾向もあって、はい、ですから女性にあのどちらかというと SNS でこう市場に馴染みのや馴染みやすい媒体でもあるんですよね。うんですね。うん、と加さんあのさまざまな方にフィールドインタビューをされて。 いいると思ううんですが、はい、これどういった方私実はフィールドワークとして、まあ、皆さんの一般的に働いてる方たちのインタビューをずっともう20年近くやっていてその中で出てきたケースなんですけどもこれはですね孤立やしやすい人のケース友達いない不安の大手企業勤務の52歳の男性なんですけども。はい 仕事と子育ての割合友人と何と,となく連絡が途絶え気がつけば友達ゼロ、うん、私大丈夫なんでしょうか、うん、っていうようなことを突然言われたことがあってこれって結構多いんですよねでもこれ大手の企業だったらこういろんな関わりがあるんじゃないかなと思うんですがそうでもないということなんですかそれは バリバリ働いてる時はいいですよね。でもやがて役職定年が来る、まあ、役職定年が来るとまず部下は離れていきますよね、はいで。その後は実際に定年後再雇用とかってなるとまたそこでもつながりが薄れていくっていうのがありますですからこ,この友達いない、はい、いないいないというのは非常に難しい。あと孤立しやすいケースこれはですね。 えと自治体職員の方をインタビューした時に聞いたことなんですけども自治体も結構あの孤立させないように、はいろ、はいろと手を打ってるんですよね。はい、それである時その奥さんを亡くした男性、はい、元常務の方なんですけども70歳高齢者向けのサークルに誘ったところ「くだらない体操したり歌ったりしたくないよ!はい」って言って怒られてしまったそんなとこ俺はいけないぞ、はい、って。 こういうい話も、ね、なんか一回シンポジウムに出たら出てました <laughs> 一番扱いにくいって俺は偉いです昔の階, <laughs> その階級みたいなことをね,ね言われてもってそれはこちらのコミュニティに合わせてくれないとっていうかからこういう方たちはあの会社にね 行っても OB なのに会社に行って若手見つけてつべこべいろいろ行ったりとかあと将棋の会とかがあってね月1回とか行ってたんですけども残念ながらそういったコミュニティも会社のとおでなくなってしまっているのでっていう。 あとこちらの方も妻に先立たれた男性なんですけどもこれはの男性は養子縁ということであのヘルパーさんが週に2回かな行っていたんですけどもそのヘルパーさんが「s n 上でのつながりはこの男性はあるようだ」と「でも外出はほとんどしていない」「社会とのリアルな接点は多分私だけだと思う」 いうことを言ってたんですね、はい、ですから SNS では活発にいろいろなフェイスブックを見たりとかツイッターとかをやってつながっているけどもやっぱり外出してないですからということは社会と接点してがないが週2回の「私と会う1時間だけ」のように思うっていうふうに言ってないんですよね。ね<面>つながってるように見えるんだけど、うん、本人はでも現実にはない。そうですだからやっぱりフェイス2フェイスで会うことが実はとても重要で。あの ネットだけだけとやっぱりその人の状況とか分からないじゃないですか、うん、で会って何か話すと思わぬ無駄話をしていやいや面白いところ、ね、がな、はいと <laughs> こういうところがなくなってしまうのは、うん、非常によく言われるんですけどね自分はあんまり別に孤立しているわけじゃないとかって言い張ってる人に意外と気づいてないっていうか危険だっていうこと言われるんですがじゃあどうやって気づいたらいいんだろうっていうのを客観的にですね。はい そこで今日はですね河合さんに孤立予備軍のチェックリストというものを作っていただきました、うん、テレビをご覧の皆様も一緒にやっていただきたいと思うんですがこれあの一応三つ以上当てはまるとまあ要注意ということで一つずつ見ていきましょうかはいえ、はい、まずはえ町内会やマンションの理事会などでつい自分の会社名を言ってしまうと、はい、まあちょっと次いきますねはい、はい 情報交換や打算的な目的がないこういう関係をないがしろにしてしまうと。はい、では続いて三つ目いきますか。自分から話しかけるのが苦手だ。まあこうした内容なんですが、えっ、ー、と四つ目からはまとめて見ていきます。趣味がない。趣味はあるが一人で完結できる。五つ目が人とのつながりは SNS で十分だ。六つ目が親しい人がいないと感じる。 7番目が自分は取り残されていると感じる8番目他人との関わりはあまり意味がないと思う会社関係以外の友人がいないとこの9つになっているんですが岩田さん、どうですかこうした内容。いや今ここれ見てててままままましししねねあのたたううい仕事すなんか、ね 学校の同窓会の役なんかついたりしていろいろちょっと、まあ、あの交流する機会が多いとかもろもろ言うとそれから性格から言っても人と話すのは大好きで<あ>話しかけられるんですがまあただあの。 本当にじゃあこ今こんな仕事もしてるせいもあるんですけどなんか親しい人っていうのはねあの本当に心をいつもよろ鎧きてるわけじゃないけど打ち明けてそういう方う簡単相手らすというか、はい、いるかなと思ったりしてる時もあるかな取り残されてるかどうかっていうのはあるんですけどまあ一つか二つというか当てはまるという 1> 1今のままあ、幸いにもなのかなこ,れこの辺りかな。とというこころさの チェックリストのポイントっていうのはどういうところになってますか。やっぱりポイントはあの今までのねあの特にま男性が中心ですけど、はいはい、女性も今はそういった時代にもなってますけど働く時代にはなってますけどもやっぱり会社員人生イッコールその人の人生で一本のレールだったわけですよ。はい、でももうそういった時代ではなくて、はい、働く時間も劇的に伸びたわけですよね。はい、だからセカンドキャリア、サードキャリアと行くしかも副業であったりとか転職とかもやっていくからもうマルチステージの人生になっているのに、はい、やはり。 この上の方の質問というのはいまだに一本道のレールの上を引きずってる方たちなんですよで、ちょっときつい言い方をすると嫌われちゃうかなっていう自分の会社名を、うんはい 言われるとやっぱりあの昔はねあの大きな企業に勤めていて偉くなっていくっていうことが一つのステータスであってそれがみんなも偉くなっていったしそれが肩書きとして自己紹介になっていますけどもはい、はい、今はそれこそいろいろな人たちがいるので、うん、やっぱり企業名を出されたりとか役職名で会社員の中でいる部下のように話されたりすると「<っ>何なのあの人」ってやっぱり思う人もいるし。 そういったことになると逆にどんどんと孤立に追いやられてしまうっていうことがあるんですよね。であとそういった肩書きっていうのはま贅肉のようなものだと思ってもどんどん抜いていってほしいんですけども肩書きをどこまでも引きずってしまうと元々もともと肩書きが上になればなるほどあ上に弱いわけですよ。はいはい。 会社の中って自分が偉くなったら自分から話しかけなくても周りの部下だったりとかはい自分から話しかけなくていいんですよねでもやっぱり孤立しないためにはその話しかけるハードルをどんどん低くしなくちゃいけないからその時にやっぱり会社の時の人生を背負っているとハードルがなかなか下下がらないっいう,ようになります私のあの入ってるねゴルフ場っていうのは。 会員同士はです、ね、とにかくあのまあ入会した時からそう言われたんですが過去の,だからその立場っていうのは一切抜きにして会員としてもう一個人っていうかみんなで仲良くするというのを原則で。 でも、それを決めなくちゃいけないっていうこと。<laughs> まあ、確かに良かった。まあ、出す人もいたからでしょうね。<laughs> <か>みんながそれでハッピーなら、多分禁止っていうことにならないと思うんですよ。<laughs> だから、会話しているうちに、まあ、どんな仕事背景があったのかっていうのは、だんだん知ってきますけどね。だから、それ、そのあたり、肩書きとか、暗いではっていうのは、一切っていうのは、まあ、正しいかなと思って、お付き合いしてますけども。 少し、ね、そういうところの意識もまあちょっと変えていくというかポイントは年齢とか性別とか企業とかどことか関係なく人として気軽に話ができるかどうかということにぜひこれでチェックをしていただきたいなと思うんですが一方で高齢者の一人暮らしが増えるとともにいろいろなタイプの見守りサービスが登場しています。 例えば、ボタンを押せば警備員が駆けつけてくれるものから、配達などを行う事業者が新聞が溜まっている、電気が使われていないなどの異変を自治体に連絡する取り組みなどもあります。さまざまなサービスがある中で、今野さんは LINE を使ったま見守りシステムを提供されているわけなんですが、今野さん、これはなぜ LINE でというふうに思われたんでしょうか。 もともとが弟が亡くなったということでいわゆる私と弟のような関係希薄な兄弟だとか離れてしまって生活が違う方や、はい、私は家族や子供がいたで彼はまあ単身生活をしていたそんな世代の違いってたくさん世の中にいると思ったんですね。ですからまあ要は現役世代を対象にという当時はそこを見据えて始めたことだったんですよ。はい っていうのはまあ先ほど言ったように「孤独死と見守り」を検索しても基本的には孤独死は高齢者のものっていうようなまあ常識ではないんですけど一般的には皆さんそう思ってらっしゃる中であのむしろ長期的に見つからない方はだどういう方かというとやっぱ現役世代の方々が多かったと。 であるならば、まあ、そこに向けたものののとというところででススタターートトしたたがきっかけなんですよねスタートの時はーただまあやっていく中でどん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 高齢者の方も増えてきたりとか「で見守り」という言葉は比較的皆さんがどんなものかイメージしやすいので「はいはい、見守り」という言葉を使ってますけど、はい、でも決してどのサービスもそうなんですけど見守れないんですよ。はいはい あくまでももしもしの場合にに誰かに知らせる自分自身が使えるものというより使いたいと思うものっていう視点で日常的に持ち歩いたり身近なものということでスマホを使うとか LINE を使うとかっていうような発想を持ったということと誰でもその敷居を下げてですね使えるっていうところに着目して LINE を活用したものを始めたと、はい。これ実際に運用されてみてですね何か分かってきたことってはありますかそうです、ね あの思ってる以上に皆さん特に女性のの方が利用の比率としては多いんですよねでそれっていうのはやっぱり人に迷惑をかけたくないっていうようなお気持ちであったりだとかあとはやっぱりその離れた親族間であってもその普段交流はないので。 そそもそもサービスに入ってることを事前にお知らせとかしていただけないので電話かけるとむしろ高齢のお母様が出られたりするとなんで息子はまだ50代なのにねそんなサービス入ってるのかというようなことを言われてしまったりとか意外とそういう方々が多いあとはペットのためにというのも非常に多い数ですね。 コロナって私、すごくこ社会のあり方を変えたなと思ったんですがコロナ後っていうのは特にこう、まあ、若い女性の人であっても孤独や孤立を感じている方ってなんかすごく増えたっていう風なお話もあると思うんですけどもなんかその辺りこう、まあ、コロナとの関係っていうのはどうですかそうです、ね、コロナ、まさにあの自宅療養の時に20代の方がブカっと増えましたねあ,<ー>あのタイミングで。うん やっっぱり誰かに知らせたいっていてう自分は変な話ですけど亡くなるのは仕方がないって思って私もそうだったんですけどそう思っている方多いんですけど要は周りに迷惑かけたくないからっていうことで誰かに知らせるっていう多分そこが一番響いて利用者が増えた要因だと思うんですけど20代とか今なんと今下は15歳から上は105歳の方までうちのサービスを利用していただいてるんです,です、はあ、やははり利用者いいうのは年,年増えていってっるんですか 増えててますねすねね、はい、年齢層も広がってるってことですよ、ねはい、で特に今デジタル推進をいろいろやってるんで高齢の方の利用者がどんどん増えてきてるっていうのは本当こう見守られてるだけじゃなくて自分で伝えることの安心感っていうのはなんかすごくあるんじゃないかなとこのサービスで思いました。です、えー、<laughs> そのね。見守りっていうのは表現を使うってこ野さんもおっしゃってましたけどこ野さんこれからですね今のだからそのシステムとも含めてアプリ、はい これど,どんなことを今後目指していかれるつもりですかあの基本的に私孤独死は防げないと思ってるんですよね、はい、で早期発見することが精一杯、はいはい、でも誰かに伝えるということで助かる命があるかもしれないし、はい、またそこによって地域の方とのつながりということに結びつけようと思っていて、はいええ、実は今日はご説明できませんでしたけどサービス3種類やってまして一昨年からですね、まあ、まさにうちの仕組み自体を個人情報なしでダイレクトに近親者の方に来て LINE で知らせるというそれをまあ自治体とか行政向けにサービス提供を始めているところでして今後、まさに多くの方々が無料であの幅広く利用いただけるようにはい、はい、まさにコミュニティーツールというような位置づけでこの仕組みを提供していけたらいいなと、はい、そんなふうに考えてますでは最後に河合さんに今からでも遅くない孤立しないための参加状を挙げていただいています。はい、まず一つ目が ご近所さんに挨拶をしようそして2つ目がマンションの理事会や町内会の役員に手を挙げてみようそして3つ目が週に1回趣味のサークルやクラブ活動に参加してみようというものなんですが。 まずはやはやり挨拶というところから挨拶って本当にすごくシンプルですけど挨拶って人と人が触れ合う最もシンプルなコミュニケーションの第一歩なんですよね。でこれ挨拶は自分のためじゃなくて誰か身の前の人たちが孤立しないためにっていうことでやってほしいんですよ。だから自分のことというよりもで挨拶をずっと続けているとだんだん顔なじみになって例えば同じマンションだったらエレベーターの中で「あ岩田さんこの間テレビ見ましたよ」とかね次の言葉が出たりとかで新聞 自分とか取りに行く時も大体同じ時間だったりとかしてあれ今日あのおじいちゃん会わないなあのおばあちゃん会わないなって自分が周りの人のことを気にかけるそれは周りも自分のことを気にかけてくれるっていうことなので是非やっていただきたいしあと週1回この趣味のサークルとか理事会とかになるのも自分のことなんだけど自分のことというよりも周りのおじいちゃんおばあちゃんあと一人で働いている人たちそういった人のためだという意識でやっていただきたいんですね。 そもそも孤独死孤立死って言いましたけどもこの問題って孤独死っていう言葉を使うとね人人は死ぬ時みんんななな一じゃゃいいかっってううことに議論になっちゃうんですよでもこの問題は途中でも岩田さんが社会の問題っておっしゃってましたけども孤立した末に一人で亡くなってしまう、はい、で長いこと誰も気がつかないっていうことが問題なので。ええええ 自分が孤立しないだけじゃなくて周りも孤立,させ孤立しさせないという気持ちを持つことができればいいいと思います私なんかでも、ね、マンションの、ねはい、この間本当何年ぶりかにです、ねこのそのね、集会に顔を出しまして、ねはい、今までは妻が出たんですがやっぱりどんな人が、ね、どんな表情でもだいぶ立ってますから。マンションの理事会って結構面白いんですよ。 私ずっとやってなかったんですけど、もう逃げられないって言われて。参加したんですよ。いやいや。なんか。行ってみるとね。そうなんです。おじさんたち結構面白くて。いやいや、なんか。それ女性だからじゃないですか。でもなんか今まで、その本当にたわいもないことですけど、今までも挨拶はすれ違う人してたけども。すれ違った時に。結構踏み込んで。踏み込んで。それだけでちょっと楽しい。いろんな人がまあね、いら、ですけども。ああ。意外と、ああ、こ。 かたっ,たかっていうのは話になりますから引っ込みじゃんでいたんですけど近藤さんやっぱりいろんな方も見ておられてねそのアプリの中でも年齢層も広がってきてるとかやっぱりそういうものを求めてるっていうか確認してほしいし発信しなきゃいけないというか相互交流したいってい思ってる人たくさんいるってことなんですよね。 あの引きこもりもそうなんですけど、えー、やっぱりそこに声を上げられない方々がもっと潜在的に託はたくさんいるということですよね、はいはい、だからデジタル時代の一定の距離を保ちながらつながる形というようなものが浸透していく SNS であればいいかな思す、ね、今みたいなものがこれ自治体であるとか町内会からですよ自治会から含めてマンションもそうですけど、まあ、どん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 そういったものが広がってくるっていうのがやっぱりこれ望ましいですよね。 そうしたらやっぱりいろんなものでそそれこアンプカギンだけじゃなくていろんなコミュニケーションも出てくるでしょうから、はい、そのきっかけになってくればいいと思うんですけど、はい、でもだんだんこれ広がってくるという感じしますかやっぱり、はい、おかげさまでやっと追い風になってきたとデジタルを国が推奨しながらですね、ええ、スマホも皆さん高齢の方も利用し始まったというところで徐々に認知度が上がってきたというところでございますまあそういうところなんです、はい、必要なことだったんです。やっぱり、はい これこのさやっぱりあれですかね日本人っていうのはそのコミュニティを作るのは、まあ、地域差もあるのかもしれないんですけど、うん、やっぱりどちらか言って奥手というか苦手ですよね、ええ、特に男性の場合は会社人間の方がリタイアした後に結局コミュニティに入っていけないって、ええはい、先ほどもその会社の肩書きのお話も出ましたけどそこに補執しちゃってそのぐらいしか話題がないので当然ポッと言ってもあんた誰っていう話になるじゃないですか。はいはい そうするといや俺はどこそこの会社に行って、はい、役員まで行ったとかなんとかっていうぐらいの話しかできないので、ねえー、ですからまさに会社人間ほどリタイアした後の地域コミュニティへの関わり方が難しくて、えー、逆に言うと居心地悪いから引きこもっちゃうっていうのと、はい、そこから孤立孤独になっちゃうっていうような。 形が生まれちゃうんですね,ですね川藤さん前そのシンポジウムやった時も今みたいな話になりましてねだからその地域コミュニティにまあ地元に戻ってきて地,民地元の中で貢献しようって言ってみんな集まるんだけどもその過去の肩書きで来てそのままの姿勢でやるもんだから今まで一生懸命やってきた人たちとやっぱりちょっと浮いちゃったりして。最初のの一歩だけ頑張ってて踏み出してしほいんでですよね、えー、であ私 高齢化社会のいいところってみんな誰もが自分の親だったりとかあるいはおじいちゃんおばあちゃんが元気で高齢者ととの接点が意外と多いんですよだから介護のことだったりとか私も母のこととかいろいろありましたけど外で困ったことがあっても必ず誰か助けてくれたりとかしてすごく助けられたんですね。なので一歩踏み出して 何でもいいからコミュニティに入ってみると意外とみんな面白がってくれてええ偉いとこの社長さんだったんだみたいなね、いってく若い子とかね、<laughs> ううお互いに即居の姿勢になっちゃう困っちゃうんですけど最初の一歩だけ、とにかく踏み出してほしいです、まあ、そうですね、だから、片肘張ってる部分をちょっとね、これは近藤さん、その姿勢っていうのはお互い持たなきゃいけないということですよね。 片方だけがやってもっていうことになるんですけどどんどんこれ広がっていくっていうかそういうのを変えていけるっていうのは要素っていうのは俺河野さんどうですか現場見ておられてやっぱりボランティアだとかそういった地域コミュニティなんか自分ができることをっていうふうに、ええ、まあ積極的に動いていければ一番いいんでしょうけどもね。ええ 私も実は前の仕事を辞めて NPO 立ち上げる前にもそういった自分で地域活動に参加したことなかったんで探してこう回ったんですけどなかなかやっぱ探せなくてですね今その別の顔としてですねあの地域のパソコンサポートの会に入っていてあのそういったパソコンを教えたりとかあとは月1回スマホ教室やったりとか LINE をちょっとうちの方で使ってそんなようなことに関わりを持つようになってきてどんどん人の人は広がりが増えていて。 ね、だから、これ、川合さん、今、今言ってるような話で、一つ一つやってて、広がりを作っていくという、はい。いそうです。それで、そういったスマホだったとか。かあと、同窓会の会とかも、同窓会だけじゃなくて、次の世代までつなげるといいんですよ。ええ、若手を何人か入れるはい、はい。そうですね。そうです、ね。そうすると、それが。引き継がれていって、もっと元気になるので。<laughs> い,のでいや、いやもう、全く、それは同じようなことよやっぱり、なんか、そういうことって。ね、えー、どうしても、一人で、こういう仕事してると。そうですね。多分、本当、年齢とか、そういうの関係なく、やっぱり、えー。 積極的にちょっと周りと関わりを持ってコミュニティの中にいるという今日みたいなご覧になった方が、ねはい、そうだなと俺のところでやってみようという風になってくれたら嬉しいと思いますけど、ねうすね、まずは明日マンションの中で会った人に挨拶してください <laughs> います。今日お二人本当にどうもありがとうございました <laughs>